ちょっとモッチーさんにぜひシュシュのあれをシュシュをやっていただきたいと。そうですね、はい、ゲストいただきまして、今やっと分かりました、モッチーさんですね。さっき緊張してて、あ、モッチー、モッチーで覚えといてくれればいいんだ、モッチー撮影的に撮影的にね、うん、そうそう、これからこのラインナップだったらもうモッチーさんなんで、はい、じゃあもうぜひね、さっき我々の話題で出た男のツボのシュシュのオン&オフの話をちょっと実演してやってもらいましょう。はい、お願いします。シュシュがない、シュシュがないので、シュシュなくて、かわいいシュシュで、もう用意しとけばごめんね。もうそうですね、まず髪を結ぶところから、お仕事の、お仕事モードもオンですね。そうですね、色気のモリモリです。それを求めたいんですけど、パープルのニットも素敵だよね。そうですね、すごいパンツとパープルのニットで乗せてるな今日、なんか乗せてるな。それ狙ったんでしょ、今日。知らなかったのか、動画撮るなんて。うん、私ちゃんと言ってなかったんで。そうです、それがもう、それで何かレジを打てばいいんでしたっけ。そうです、何でもいいです、いらっしゃいませ的な。あ、お店屋さんなんだって。お店屋さん、うん、やっぱすごい動きながら、いらっしゃいませとかって言って、ありがとうございましたとかって言って、なんかすごいレジ打ち早い女の子とかって、そんな感じだと思うんですよ。はい、いらっしゃいませ。そうそうそうです、いらっしゃいませ、少々お待ちください。で、はい、ありがとうございます。あ、パソコンになっちゃった。すぐパソコンになった。閉店の時間になりましたって言った時に、本日はご来店いただきまして誠にありがとうございます。スーパーオリンピックパチンコ屋じゃん。パチンコ屋。結局パチンコ屋のお姉ちゃんだったと。いやでもパチンコ屋さんだっていいんですよ。そうですよ。決まるんですよ。パチンコ屋さんだっていいんです。パチンコ屋だからキュッキュッキュッじゃないですか、ね。そうそう、シルエットが。それでキュッキュッ。だからスマートアンドスマートアンドスマート。その人がこのシュシュを取った時のでしょ。そうなんです。それですよね。ハードル上がって。皆さんお疲れ様でした。はい。ここからです。ここ注目ですよ。はい、いや、これですよ。イエーイ。これがヒントなの。しびれる。昭和の浅田敦子とか優子を、あ、でも大事ですか。そう、だからやっぱりあれですね、石田さん来て君に乾杯とかって言って、なんか今夜来ちゃったとか出たな、もうこの昭和な古さ。でもなんかおしゃれは我慢だとかって言って、靴下なしでちょっとローファー履くとかってのちょっとこっちも考えなきゃダメですね。いらっしゃいませとかって。うちのリコがとかって言って、なんかちょっと違うものも入ってくるみたいな。すごい、いろんな人が登場してる。旦那さんなんですよ、何が。主人のいきなり岸田氏っていうことが出てきて、うん、その方はどなたなのかなと思って。石田純一のことだよね。そうだよね、うん、そう、だから石田って聞こえた。石田なんだっけ、だからリコとかも出てきたんです。そうそう、東野さんからの。そうそう、私も今そこは理解できた。なんかなかなか理解できないことが結構あるんだけど、うん、いやもうその辺はちょっといろいろ。でもほら、最新の人のは分かってないから、昔の人の話言ってくるから私も嬉しいけど。そうだね、うん、だってもうその後だって平成令和だよ。昭和でしょ、昭和、昭和、昭和でございます。自分腹の中に、お袋の腹の中に行った時は、ね、昭和で、生まれたのは平成元年。へえ、そうだったんだ。もう元年坊やなんですよ。元年坊や。でも元年坊やももう令和行っちゃってるから。そうなんですよ。もうおじさんですよ。西暦、もう前の暦だよ。でもなんか自分らはやっぱり令和がなってくれてちょっと嬉しくて、あいつ平成のやつ入ってきたみたいな雰囲気ってちょっと恥ずかしかったんですよ。そうなんです。なんか今度平成の子入ってくるんだよみたいな言われるのが、そんな有無じゃないよみたいな感じで、なんかもっと昭和に混ぜてもらいたいなって思ってたんで、なんか古くだってほっとしましたね。なんかそういう人なんだよね。いや、そうなんです。なんかそういうのが古いのが好きなんでしょ、すべていろいろ全面的に。まあ新しいのでもいいのかなってものがあればいいんですけど、例えば今13で広瀬すずさんとかいいって言われても全然さ、分かんないですもん。アリスは面白くないですか。
まあまあですね。まあまあか。でもですよ。あの また始まっちゃうからさ。すごいよこれ。朝ドラで広瀬さんのお母さん役がなんとですね、松嶋菜々子さんが出た時に、You are the scene とかって言って、それこそ堤さんが出てきて、あれとかって言って、実は魚屋でしたみたいなの第一話の。すれ違う時の中って言われて、ええみたいな瞬間のあれが好きなんですよ。であの時にあのトンネルズが、そうなんです、大和なでしこしこっていうトンネルズのあのコメディがすごく好きで、それ知らない、大和テレビあんまりいない、ドラマとかは分かんない、私もテレビいない、大和なでしこすごい好きだった、もちろん落ち着いてて、でもね、あの大和なでしこしこは知らない、もうあれ多分コアな人しか知らないんですよ、なんかでもちょっとあの違うかな、ネタじゃないのかな、だってシコシコですよ、そうですよねですいやでもなんかどうしても目が松島さんの方に行っちゃうわけなんですよ。広瀬さんはまだ子供じゃんとか思って、子供じゃんっていうのもなんかあれですけど、この前情熱大陸で広瀬すず2回、まあその週とその次の週とかをやってて、うん、あれ見るとやっぱりこう、まあ、千尋すずさん好きだけど、うん、でももっとなんか応援したくなっちゃう、あなんかうまくできてるね番組って、うん、そうだねうまく作るね、騙されてたろうとか思う番組作りいやそうです、もう私のそのでもこんなシュシュの話しててシュシュからのいやでもなんかそうですよ、あのだやっぱりあの朝ドラ今までいろいろやってて、今ユウさんが朝でお母さん役で出てると、うん、やっぱりあのなんですかね、ユウさんのあたりだと山瀬まみちゃんとかああいう喋り方した時代の人だなっていう感じがするんですよ。山瀬まみもよく知ってますね。山瀬まみ の、 あの東京会議とかなんかこんな感じでまみちゃんで喋るじゃないですかまみちゃんだからそうそう、しのすけさんそれは違うと思いますよって感じのあの試して勝手にマミちゃんがいないのがちょっとショックっていうのが、まあ、全然どうでもいい話になっちゃうんですけど、まあでもそんな感じで古いですかね、自分は結構、はい、うん、だいぶ古いですね、はい、いやでもどうですか皆さんのこのシュシュについて、例えば70、80になってもこれをやるっていうのって女性の側からしたらどうですか、なんか仕事終わりましたファー、でもどちらかというと私シュシュ髪の毛長いからね、うちで仕事するときに邪魔だからシュシュ使って、うん、あの、うん、なんだろう、普通にこうしてるか、もしくはこう上げたりとかしてるとか、うん、だからなんだろうな、逆にこうなんていうのかな、なんかおしゃれでつけてるわけじゃないから、あそうなんですか、そうなんかそれがいいんじゃない、自然自然でね、うん、そうなんかね、まあ、おしゃれなものもいっぱいあるからね、なんかそういうのは今の子っていうか、なんかきっと可愛く使ってるんだと思うんだけど、もう私の中ではこのくくる邪魔なものをくくるくくる、うん、なんかさ男の人でもさロン毛の人なんかつけてるよし、あつけてるつけてる実は自分も髪伸ばす時って結んでるんですよ、ちょんまげみたいにやってて、結構昔怒られたんですよ。え今よりもっと長かった時はあるの？長いです長いです、もうこの辺まで小学校の時も結構長かったんですよ、キムタク見て俺もロン毛にしようって思って、あの頃ってタクヤさんとかの小室哲哉もこんなありましたよね、グローブでギター弾いてる時すごくな、出口洋介とかもそうなんです、あ出た出たあんちゃんとかって言って出口洋介すごい強烈だけど、あの人今どうしちゃったんだっけ、あだっているい、うん、あそうなんだ、イケメンですよ、あかっこいいよね、イケオジだ、そうかいいね、だからさ男の人もさおじいになってさかっこいい人渋い役になる人はいいよね、うん、いや豊川悦司さんとか大好きなんですよ、愛してると言ってくれの最終回がいつも最終回で見逃す、あの時は高くとっていうのすごくすごく好きなことっていうなんか最初にさ最初のさ海から上がってくる時の時は高子の胸がさちょっとドキドキするって子供の頃そう思ってた、子供の頃かそんなに子供じゃない、私なんかうちの娘がちっちゃい時であのドラマを見てたのすごい好きだから、だけどちっちゃい娘がなんかあの胸がなんか出てきそうで、ちょっとなんか娘の教育に悪でも別に出てきてないからいいかなみたいな、でも皆さん
あ、ごめんなさい。いいですよ。出てきたんだっけ。歌のね、最後、うん、通過月日と、変なシルエットが。シルエット、裸でシルエットで後ろ向いてる。ちょっと妄想を抱くよね。いや、でも、あの年に、あの、レンジャーものでもっとすごいのあったの、皆さんご存知ですか。知りません。あの、超力戦隊オーレンジャーで、佐藤珠緒ちゃんがピンクやってたんですね。珠緒ちゃんが、これ当時僕は6歳なんですけど、珠緒ちゃんの覗きをする怪人が出てきて、玉緒ちゃんが水着から着替えるシーン出た時に釘付けになったんですよ。そんな、なんとかレンジャーの番組でですか。そうなんです。だからもう、大人の9時台のドラマなんて出ちゃったってなんとも思わないんですよ。9時だからそういうもんでしょみたいな感じで、あのスーパージョッキーとか日中やってたの、ちょっと皆さんご存知ですか。熱湯甲子園とか。あった。熱湯甲子園は。でもなんかあれをやっぱり自分なんかすごい結構早熟だったんですよね。じーっと見てて。これはすごいって思って、でなんか珠緒ちゃん見た後なんで、多分の時は高子がそんなドキドキしたって、いやこのぐらいは全然 OK ですよねみたいな感じだったんですよ。なんかそんなに珠緒ちゃんすごかったっすよ。あのあれですよ、あの91年のジェット版がいわゆるトレンディ戦隊とかって言って、結構そういうところに初めて当たって、で94年がカクレンジャーで、ケイン小杉さんがブラックなのに主役みたいに見えちゃうっていうのがあって、あの反動で、あの頃って女性も一人じゃなくて二人にしようっていう話が出てて、その最初のやつが超力戦隊オレンジャーでイエローと二人だったんですよ。で、あの男の隊員ダメよねって話してショッピングして海に行った後にそういうとんでもない怪人が出てきて、その怪人が出た時に分かってるねみたいな、なんかあの結構子供心にちょっとなんかうわーっていうのあったんで、5時にそれを見るわけですね。で5時に見て9時にあの時矢さんと豊悦さんを見ても、うん、あ大丈夫なの、そうなんです、普通の落ち着いてるの、いいねいいねみたいな感じですね。あのいいねいいねじゃないよって話なんですよ。何歳だった。6歳ですね。まだはっきりとしたなんかそのなんていうのかな、色気のあるエロは分からなかった。エロエロさというかなんていうかなセクシーさみたいなのが分かんないから、もうはっきり分かりやすい、あの珠緒ちゃんのこうなんかレンジャーでこうなんか水着ちゃんみたいなからの着替えシーンが楽しくなった。そうですね。あとなんかあるじゃないですか、ピアノ自分でやってたあるじゃないですかって、なんだろう。何あのピアノ自分がピアノちょっとその後にやってて。自分がバイエルとかエリーゼのために弾いてる時にちょっとお姉さんが来てバイオリンとか弾いてくんですよ。そしたらもう、あ、ちょっと待って、なんで俺はこんな半ズボン履かされてるんだとか、こんな蝶ネクタイじゃ恥ずかしくて出らんないやって思って、でとにかくお姉さんに対して憧れてるじゃないですか。で終わった後発表会終わって、え、ねえ君よかったよね、やばいよねみたいな集まりで周りお姉さんわーってると、すっごい幸せみたいな、なんか感じってありましたね。なんかお花もらっちゃって俺みたいな、なんかあの半ズボン履いてんだ、あの蝶ネクタイなんて可愛いじゃないの。そうよ、すごくおしゃれじゃない、ゃない、絶対女の人ってそうお姉さんたち言うじゃないですか。でも口ではああいうこと言ってるけど、そんなこと俺に対して思ってないんじゃないのみたいな、なんかすごい2年生ぐらいの時に可愛い、可愛い。でもあのあれなんですよ、もうとにかく自分は早くバイオリンの伴奏するピアノ、つまりあの、ショパンみたいに一人で決めるんじゃなくて、ちゃんとリードができるような曲を伴奏タイトルにできた方がモテるための第一歩なんだっていうのをずっと見てて、そのためにはどうしたらいいんだろうって思って、歌ができるっていうのも大きいじゃないですか。歌が歌えて、で結局ビリー・ジョエルをその後やるんですけど、でも歌ができて、かつしかも自分が出過ぎない何かをやることができたら、あの輪の中に入れるんだっていうことをイメージして、結構だから小さい時もそんな感じで子供なりに多分考えてるんですよ。でもそれで考えていろいろピアノやったり、バイオリンじゃなかった、あの音楽そうそうですね、最初はそうですね、まあ、きっかけは、ね、どうであれでも極めてらっしゃるからそう、それはもう どの方向に極めてるからの思いがずっと続いてるじゃん、続いてる、いやもうそうなんですよ。でもなんか一番いいね、なんか大人になってもその少年のような心を持ち続ける大内さん、まあなんかだいぶ子供の時はゲスなものも入ってる気がするんですけどでもなんかそうですね、なんかその時代っていうとなんかそういうものも一緒に蘇りますね。あの歌ってなんか急に歌真面目な話に戻っちゃうんですけど、ちょっとドリカムとしては異色のものだったと思うんですよ。ちょっとあの何ですか、指パッチンで寝どうしてぐらいでできるじゃないですか。でも
なんかダラダーンダラダーンダラダーレンダラダーンってもっとスタカッとしたものが多かったと思うんですね。でずーたーダラダーダダーダダーダラララとかっていうのがスタダダンダンダンダダダダダダスタダンダンダーみたいな、もっとなんですかね、美和ちゃんの声がハードだったのがあんな抜いた感じでやって、でもドラマの主題歌でトップで持ってこれるって子供ながらにすごいって思ったんですよ。もう子供ながらにそこまで分析されて、うん、あの頃ってあの冬彦さんのドラマとか覚えてます？覚えてます。ずっとあなたが好きだった。そうなんですよ、あれの冬彦さんなんでかそんなコレクションがってあの佐野史郎のあれがちょっとあのあとなんかあの頃ってユーミンが結構主題歌歌うやつだとロンドとか3ページ開けてみたいなちょっとスタッタタタッタってもっと持ってく感じの主題歌が多かったんで、ちょっと主題歌でスコーンって来ましたよね、あの歌って。ドリカムさんがこういうことあるんだって。でそれを多分北川恵理子さんってあの作家さんがもう一回ちょっとあの2匹目の土壌を狙ったのがあれです、ビューティフルライフで、手をつないだらのところでダン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 ってビーズのイントロじゃないって感じするじゃないですか。あ確かに。でも北川さんの必勝法則はトヨエツかキムタクを使って、それであの時は高子を使うところにシックなイントロで、なのに頑張ってる彼女を応援してる彼氏がちゃんと鉄壁で存在すると視聴率30取れるっていう勝利の。ビューティフルライフもそうか、キムタクと時は高子のあの美容師のやつだったよね。でこの必勝パターンがさらに、そうです、美容師です。最後心理化粧するシーンが最終回ですね。まああれなかなか鳥肌ものだったし、北川さんっていいなと思って、いや今流れちゃってますけど、流れちゃってますって。いやでもこれってで、ドリカムやっぱあの未来予想図もそうなんですけど、長尺のバラードすごいあっさり聴かせてくれるんですよ。これがあの X ジャパン自分好きなんですけど、トシさんだったらもっと長い感じでちゃんとするんですけど、5、6分の歌もっと、そうなんです、これですよ。でまだドリカムが3人でしたね、この頃。女性ボーカルで男性2人ユニットって必ずどっちか消えるんですよね。 ELT も消えるじゃないですか、一君しか今いないですよね。で、あのなんか捕まっちゃったんじゃなかった。そうです、みんな捕まるんです。あ、そう生き物係も今一人じゃないですか、水野さんだけ。捕まってないでしょ捕まってないですよ全部捕まった全部捕まったんですよ。くっちゃってるけど。やめて。うさつき。いやでもなんかそういう気がしちゃうんですよ、なんか。とにかくあの。いやでもなんか懐かしいですね。だこれが平成の初期だよね。そうです。95年。私も自分の娘育てた頃だから、すごい思い出すよ。あれですよ、この年は何といっても女性は安室奈美恵の大ヒットで、そうだよね、トライミーがかっこよくてどうなっちゃうのこのスーパーモンキーズはとか思って見てたら、スーパーモンキーズ懐かしい、懐かしいですよね。でも安室ちゃんが出てきてこんなぐん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 腰振ってオラオラオラみたいなトライミーとかって言ってたら、すげえ安室ちゃん超かっこいいじゃんとか思って見てたんですよ。そしたらバディフェイルとかって言って小室さんが出た時に待ってましたみたいな感じでしたそれでギター始めたんでしょ。もうそうですね、もう小室さんが、でも安室ちゃんの時の小室さんは他のミュージシャンと思い入れが違うっていうのが分かるシーンがあって、皆さん95年6年の安室ちゃんのツアーの小室さん見たら額に汗かいて、安室ちゃんがぐん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 ダンス行って、こうやって小室さん鍵盤をやりっぱなしなんですよ。でも全然ダンサーのポテンシャルが違うっていう。でもあれ見た時に安室ちゃんかっこいいって言えない男はダメみたいな、なんか変などうでもいいことを勝手に線引きしてましたね、なんかダメ結構あの自分のちっちゃい時ってセーラームーンごっことかに混ぜられる側だったんですよ。あやってたね。もうなんかだんだんセーラーなんとか増えてくるじゃないですか。でタキシード仮面役なんですけどあのとどめさせちゃいけないんですよね。だからみんな立ててよいしょよいしょってやってでこっから撤収とかって言ってねえ、嫌なことじゃないですかね。でもタキシード仮面だからかっこいいのは何ですかって言ったらタキシード仮面様じゃないですかって思うんですよ。あれができたらあの売れっ子ホストになれますみたいな感じですよ。なんかあのモテますとか、なんかあのシャンパンいっぱい入りますとか、なんかあれ系の世界ですよ。なんか
なんかセーラームーンで、一緒にやらされそう。いやすごいですよ、やらされる感がすごいです。朝から晩までセーラームーンになっちゃいますよ、あれに入ると。レンジャーごっこって男の子で誰か擦り傷つくよ終わるんですけど、セーラームーンって絶対終わんないですよ。そこで何のセリフずるいとかって言ったら、もう自分一言も言えないですよ。その通りですって言って待ってもらえるだけね。だってさ、ちっちゃい時になんか、あ、それはごめん間違えちゃった、違う人の話。いいなんか女の子たちの中に一人で混じったりとかしてなかった？あ、してます、してます、してるよね。あの発表会の写真とかも周り女の子しかいないです。あれいたんですけど、一人あのそいつ聞いた後熱出して帰ったんで、自分しか残ってない写真ね、女の子に混じってたんだ。あと大学も文学部だったんで、自分以外ゼミ男一人もいないって感じでしたよ。ああ、文学部。いや、あれはさすがに圧迫感感じましたね。なんか俺なんか手と足一緒に動いてないみたいな感じでしたが、こんにちはみたいな感じで。いや、でもなんかセーラームーンごっことかもいいですね。なんかでも皆さんセーラームーンはごっこだって、セーラームーン40代だから、この女性たちはセーラームーンの時はもうあれでしょ、大人ですよ。大人？あ、そっか。え、おいくつで女の下に見えちゃいけない？アバウトいくつだ？アバウト、あれだよね、真ん中ぐらいだっけ。あれ40代よね。うん、あさみさんは？うん、同じぐらいなんですよ。30代だと思ってた。え、じゃああれですか、皆さんアムラーとかやってた感じの世代ってことですか？あれ何の世代？私今40代の人のこと知らないんだけど、何が好きだったとか。アムラーが来て、その次あのアユの金髪ブームみたいなのが来てって感じですよね。なんかあのヤマンバギャルとか2000年頃あって、ヤマンバギャル、いやなんか、ね、なれなかったけど、ガングロにはなれなかったけど、でもガングロ世代で、ヤマンバ的なところはもうちょっと全然もっと若いでしょ。若いと思う。で本当あのもうエイベックス万歳みたいな。ああ、いいですね。もうなんか今待ってた言葉がエイベックスカモンみたいな、なんかもうあのTRF とか、あああのTRF のイージートゥーダンスがやっぱりすごい好きで、イージートゥーダンスとか、イージートゥーダンスってあのもう小室節炸裂みたいなのすごい好きでしたね。なんかグローブも大好き。でもグローブって今聞いても激かっこいいと思うんですよ。全然なんか古臭さ感じないっていうか、カラオケで歌うために計算し尽くされてる。なんかさ、4人の女性のグループいたじゃん、歌の若い子。マックス、あ、スピード歌うんですよ。あ、ちょっと待って。いたいた。